とにかく1日も早くやってた方向けにダイエット1週間目に配布してます。13万人の方が登録してくれてる無料の公式 LINE、 無料の友達追加していただくとダイエット1週間メニューが全身バージョン、足痩せバージョン、お腹痩せバージョン、二の腕背中痩せバージョン、ふくらはぎ痩せバージョン全部もらえます。さらにダイエット習慣化のためのカレンダー、痩せない原因や早く痩せるための方法がわかるズボラストレッチ無料の教科書、すべて無料でプレゼントします。概要欄固定コメントに貼ってある無料の公式 LINE のリンクをクリックして友達追加すればすべて無料でもらえます。2週間でズボラの僕が痩せた方法。4歳の娘にまたお腹大きくなったねと言われてダイエット決意してやりました。お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんも僕と一緒に2週間だけ頑張りましょう。必ず痩せます。つぶせ寝てスマホは顔の前に置いておきましょう。耳の横に両手をついて上半身をぐーっと起こします。腹筋のストレッチです。腹筋がね伸びる感覚あれば OK です。腰が反って痛いよって方は肘ついてちょっとだけ顎持ち上げましょう。腹筋伸びれば OK です。腰痛い方絶対無理しないでください。で2週間頑張りましょうって言いましたけど毎日やらなくてもいいです。2日に1遍でもいい、最低でも週1回でいいです。週1回でもねやれば変わりますので一緒に頑張りましょう。呼吸はね止めないようにしましょう。きつかったらね途中途中サボりサボりやるといいと思います。 OK です。そしたらですね次はプランクです。肘と膝ついたままつま先は立てておいてお腹持ち上げます。わざと猫背を作りましょう。で目線はなるべくおへそ覗き込むようにして猫背を作る。腹筋に効いてる感覚ありますか？腰が痛いよきついよって人は肘を手前につくとだいぶ楽になります。しっかり猫背を作る、これだけは忘れないようにしてください。目線はおへそ覗き込むと猫背作りやすいです。腹筋に効いてるの確認して、腰痛い人絶対頑張らない、無理しないで、呼吸止めないようにして、頑張れる人はね、肘をね、なるべく前の方につくと、かなりきつくなります。よし、OK。上半身べちゃっと寝かせましょう。これで左足を右、こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここをストレッチしていきましょう。伸びる感覚ありますか？ここです。で、つま先をね、誰かにぐーっと引っ張られてるイメージで、向こうにぐーっと伸ばすと、左のお腹が伸びてくると思います。上半身が浮いちゃうと伸びないので、上半身はべちゃーっと寝かせておくイメージです。これも腰痛い人無理しないでくださいね。で、肩、変な力入らないように、意識して力抜きましょう。呼吸止めないようにしましょう。いまいち伸びない方は、ちょっと角度変えたりしてね、いろんな角度試してみてください。よし、OK。反対いきますよ。右足を左こっちに持ってきます。右のお腹の前面伸びる感覚あれば OK です。つま先を誰かに引っ張られてるイメージでぐーっと遠くに伸ばす。腰痛い方無理しないでください。で上半身が浮いちゃうと伸びないので上半身はべちゃーっと寝かせておきましょう。腰痛い人無理しないでくださいね。呼吸を止めないようにしましょう。でメジャーがある方はねぜひ途中経過をねメジャーで計測するといいと思います。ウエスト周りをね変化がすぐに実感できると思います。でこの次の種目から、上向きになりますのでスマホ持って上向きになりますよ。よし OK。 枕ある方は枕使うといいと思います。そしたらスマホ持ったまま上向きになっていただいて、まず膝曲げた状態から右足大きく外回しですね。内から外に回します。ご自身から見て反時計回りですね。時計回りと反対に大きく回します。早く回すことが目的ではないです。普段動かさない範囲で大きく股関節動かしましょう。もうポッコリお腹の方はね9割型股関節硬いので普段動かさない範囲でしっかり動かす。で股関節ゴリゴリなって痛いよって方は痛みない範囲で回しましょう。痛みない方はゆっくり大きく回していただいて大丈夫です。ラスト1回ギュッと回す。 OK。 逆行きます。左足大きく外回しです。内から外ですね。こっちはご自身から見て時計回りです。大きく回しましょう。股関節ゴリゴリなっても痛みない方は大きく回して OK。 痛みある方はゆっくり小さく回しましょう。呼吸だけ止めないようにしましょう。ついてきてますか？もしきつかったらね、各種目の最後の10秒サボったりとか、あと再生速度をね、早めたり遅めたりするとおすすめです。サボりながらでもいいのでね、最後まで完走することが大切です。頑張って、あと少し。OK。一回足を下ろしていただいて、次はですね、膝曲げたまま前ももをお腹に近づける、戻す。前ももお腹に近づける、戻す。
繰り返していきましょう。しっかり腹筋、下っ腹に力入れていきましょう。使ってる感覚ありますか？お腹の筋肉使ってます。頑張れる人は前ももをしっかりお腹に近づけて、こうやってお尻が床から浮くぐらいまで上げられると最高です。きつい人は一回下ろす、上げる。一回下ろす、上げる。無理ない範囲で OK です。呼吸は止めないようにして、腰が痛い方はね、絶対無理しないでください。きつい。腹筋意識して、頑張って。きつかったらサボってもいいですよ。頑張れ頑張れ。よし、OK。休憩ストレッチ行きましょう。左足を右、こっちにねじります。左膝床につけて、この左肩を床に近づける。体をねじる。そうすると、左のお尻、腰、背中、ここにかけて伸びてくると思います。呼吸止めないようにしましょう。伸びる感覚ありますか？これ筋トレじゃないので、無理にギューッとねじる必要ないです。こうやってね、僕みたいにズボラな人向けに、途中途中で休憩ストレッチ入ってますので、安心してください。呼吸は止めないで。よし、OK。逆いきますよ。右足を左、こっちにねじります。で、右膝しっかり床につけて、この肩も床に近づける。お尻、腰、背中、この辺がね、しっかり伸びてればそれで OK です。伸びますか？本当にきつかったらね、サボってもいいし、再生速度調整してもいいですからね。で、再生速度の変え方、わからない方、概要欄に再生速度の変え方ね、説明を貼ってますので、ぜひそちらからご覧いただければと思います。で、この次の種目から、ちょっと両手を使う種目なので、スマホはね、一回手から離しますよ。オッケー。そしたらスマホは床に置いたりとか立てかけたりとかしておきましょう。これで両手は後頭部でこうやって組みます。いわゆる普通の腹筋していきます。しっかり手で頭を持ち上げた状態、そっから腹筋。首の力で起き上がっちゃダメです。手で頭を持ち上げた状態から腹筋。頭しっかり手で持ち上げて、そっから腹筋。頑張って、腹筋使う感覚ありますか？肩甲骨がちょっと床から浮くぐらい、これだけね、上げてれば十分効きます。ふう、腰、首、痛い方絶対無理しないで。ふう、首の力使ったら絶対痛くなるので、手でしっかり頭持ち上げた状態から腹筋、頑張れ。ふう、あと少し、あと2回、ラスト1回一緒に頑張りましょう。よし、OK、頑張った、素晴らしい。そしたら休憩ストレッチです。もう1回膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに開けたら、つま先を内外ねじっていきましょう。この股関節付け根から動かすイメージです。呼吸止めないようにしましょう。これ休憩なのでね、ゆるくやっていきましょう。で、さっきからところどころね、こう画面に出てきてるこのコメントなんですが、僕のね、あの過去に出した、あの僕がやってた動画で、痩せた視聴者さんたちのコメントです。やればね、あの僕以外の視聴者さんも実際痩せてますよっていう、これ証拠なので、ぜひね、モチベーションアップにこのコメント見ながら最後まで一緒に頑張りましょう。よし、オッケー。そしたらみんな大好きデッドバグいきますよ。まず手を真上に上げます。で、膝曲げたまま持ち上げます。で、この状態でキープです。腹筋しっかり力入れたままこの状態でキープです。頑張れる人は足をなるべくお腹に近づける、お尻が床から浮くぐらい、これぐらいだといいと思います。腹筋使ってる感覚ありますか？首、腰痛い人絶対無理しないでください。ふぅ、ちょっとね、上半身もぐっと浮かせるとより効いてきます。ただ首だけ持ち上げるっていうよりは、肩甲骨から浮かせる、そのイメージです。お腹使ってる感覚ありますか？首、腰痛い人無理しちゃダメですよ。あと少し頑張って、呼吸止めないで。ふぅ、頑張れ頑張れ頑張れ。きつい。よーし、OK、頑張った、素晴らしい。最後の最後、みんな大好きなきついデッドバグ一緒に頑張りましょう。5秒ずつですよ。5秒だけやりますからね。じゃあ、膝曲げたまま足持ち上げて、手は真上に上げます。いきますよ。右足と左足伸ばす。戻す。左手上げて右足伸ばす。よし、OK。OK。どうですか？皆さん頑張りましたか？もう一回一緒にやってみましょう。膝曲げたまま持ち上げて、手をしっかり持ち上げる。右手を上げて、左足伸ばす。きつい。反対行きましょう。左手上げて、右足伸ばす。腹筋力入れて、腰痛い人絶対無理しないで、しっかり腹筋力入れたまま。
オッケー。そしたらこのままラスト1回だけ一緒に頑張りましょう。右手を上げて、左足伸ばす。きつい。左手上げて、右足伸ばす。よし、オッケー、よく頑張りました。自分自身に拍手しましょう。すごい。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。